テレトビズ。フランス・パリにある高級宝飾ブランドブルガリの店舗で7日強盗事件があり、現地の警察によりますと13億円相当の宝石が盗まれました。通報を受けた警察は車とオートバイで逃走した強盗グループを追跡し、銃撃するなどして2人を拘束しました。残る容疑者の行方を追っています。